エデュテインメンツラジオドラマプロジェクトアフタートーク、イエーイ。はい、こちらの動画ではエデュテインメンツラジオドラマプロジェクトについて思い出を振り返りながら感想等と関わってきたみんなで話していこうというコーナーです。イエーイ。はい、それではまず自己紹介からお願いします。はい、門松ゆか役とあと宣伝美術を担当しましたリリです。奥井純役を担当させていただきました七味です。はい、曽根山徹役をやらせていただきました吉子です。はい、おばちゃん役をやさせていただきました南野南です。二階堂役をやらせていただきました二回生のリーダーです。それから音響編集も、音響編集もやりました。お願いします。かわいいします。はい、二階堂社長の妻役です。小川です。よろしくお願いします庵野祥子役を務めましたホガです。よろしくお願いします。宣伝美術で立ち絵描きましたカオル子です。音響で効果音と BGM をつけましたノリオです。はい、映像やりましたトマティーナです。はい、制作とちょっとだけ音響しましたヨちゃんです。お願いします。脚本担当して、あとインタビュー企画とか、バーチャルフィールドワーク企画、まあみんな忘れてると思うんですけどやりました本田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日はね、以上の何名たくさん来てくれました。13名です。はい、13名でアフタートークをしていきたいと思います。イエーイ、イエーイはい、じゃあまずはですね、とりあえずエデュテインメンツとは何ぞやということを皆様にご説明したいと思います。大阪市立大学の商学部公共経営学科と劇団カオスのコラボによってオリジナルのラジオドラマを作ろうという企画がエデュテインメンツラジオドラマプロジェクトでした。3年前から、そうですね、大阪市立大学の、商学部さんと、劇団カオスの、コラボでオリジナル演劇を上演してきたんですけれども、今年度は新型コロナウイルスの感染防止の観点から会場での上演をもう泣く泣くやめることになってしまってですね、あの完全なる、非接触型演劇を目指しましょうということでオンライン上で、全て稽古録音等を行いました。今回のラジオドラマプロジェクトを立ち上げたということになっております。イエイ。はい、はい、じゃあこちらでですねじゃあトークに入っていきたいと思うんですけれども、はい、そうですね、コロナの、コロナって言っちゃダメなのかな、某感染症だから分かんない、いいじゃん、まず世界的に有名な感染症よ、大丈夫大丈夫、ピーヨン入れとく、ピーヨン入れとくなんか言っちゃ、すごいこと言ってるみたいないや、じゃあ、はい、あのコロナウイルスの影響で、オンラインになったわけなんですけれども、皆さんオンラインでの演劇ってどんな感じでしたか？そうですね、でもやっぱりそのなんていうか、まずそもそもこうコロナで、あの劇団カオスの中でも、公演を準備、それまで準備してきたものができなかったりとかがあったので、でもそういう中で、あのこういうオンラインっていう形でそのお芝居というか演劇に携われたっていうのは一つすごく嬉しかったし、あの久々にセリフを言ったりとか皆さんとお芝居できたりっていうのがすごい楽しかったですね。違いないですね。違いない。じゃあそうですね、あの遠隔から参加してくださったあの南さんとかホガさんにもお話を聞きたいんですけど。あ、じゃあ私から。はい、私は本当に卒業公演を最後にずっと演劇から離れてたんですね。仕事も忙しかったりとか、東京に来ちゃったんで、知り合いもいなくて、2年丸々多分してないぐらいだったのかなと思うんですけど、ね、私が中学の時から、中学校の演劇部からずっと演劇をしてたので、ずっと、中学3年間、高校3年間、大学、4年間とか3年間ぐらい
をちょっと演劇してたから、演劇がない生活みたいなのがちょっと変な感じがするっていうか、何してんだろう私みたいなぐらいのこう違和感があったんですけど、その中で離れてても演劇に参加できる機会がもらえたっていうので、不謹慎かもしれないけどラッキーぐらいの感じがあって、もうそれだったらチャンスだと思ってぜひ参加させてもらおうと思ってお声掛けをさせていただいたという感じです。ありがとうございます。ありがとうございますなんかそうですね、私たちとしてもこう先輩方とちょっと離れてる先輩方と演劇ができるっていうのがすごい楽しかったですよね。私は結構それが楽しかった。嬉しかった。もう南さん東京行っちゃって会えないと思う。いやーありがとう嬉しいです。ほかさんもはい、ございますか。私は2年前のショッパーズハイの時に、まあ、それは愛媛地元に帰って1年目やったんですけど、その時は、まあ、月毎週ほぼ毎週とか一週おきぐらいに大学に通って行ってて、まあ、それもそれで楽しかったなって思うんですけれども、まあ、なかなかこっちでの拠点というか生活が根付いてきた時に、やっぱその通っての公演っていうのが難しいなって思ってきてて、で本公演をもう田中記念館でやるっていう場合だったらもう私はできないなって思ってたんですが、まあ、こうオンラインがあるよってなった時にも、多分なった瞬間にメールを参加しますという一番でした。一番の人誰よりも早くいやー来たーと思って本当になんかね、南も言ってたけどなんかラッキーだったなってすごい思います。そうで、なんかすごいどんどん離れていくと今の現役の子が分からなくなってきたりだとかもするから、でそういう子と一緒に、まあ、オンラインだけどお芝居できた時に、あこの子たちを早く見たいなっていうか生で見たいなってすごい思ったので、なんかすごいそのとっかかりとしてというか、なんかそうつながれてすごい嬉しかったなって思います。ありがとうございます。そうですね、なんか先輩と後輩をうまくつなげる場にも なったのかなって思ったら私も嬉しいですねはい、じゃあそんな感じでそうですね、なんか私は結構これを聞きたいなっていうふうに思ってて、自分の思うここ見どころやでみたいな、このホームイングの見どころやったと思うみたいな、でここは大変やったみたいなの話をちょっと役者さんから聞きたいなっていうふうに思ってまして、いいです、ね、はい、どうですかね、じゃあよしこさんどうですかね当たってしまったですね、ちょっともうアフタートークはちょっと苦手分野、ちょっと台本がないとうまく喋れないんですけどアドリブが見どころか見どころはですね、やっぱ自分の言ってるシーンの方がいいんかな、やっぱり好きなシーンでいいよ、好きなシーンでいいんやったら、やっぱねすれ違いコントが、あーと金松くんのね、やっぱ二人の部下のすれ違いコンプがやっぱりすごい面白いシーンやと思うし見どころなんじゃないかなと僕は思いますよ。はいありがとうございます。音響で あそこ僕音響で編集してたんですけど、編集しててもすごい楽しくて、あそこあそこめっちゃ楽しかったです。やってる時私が聞いてたも面白かったです。そうね、奥井くん楽しかったですか。奥井としてはまあもちろんそのね、一応役者としてその関わる以上恥ずかしさとかなんか気恥ずかしい思いとかとりあえず捨てて、奥井としてするべきだっていうのは重々に分かってるんですけど、それでも恥ずかしくてこいつアホやなって思いましたねあまりにも、ね、会話のキャッチボールが下手ただまあそうやって楽しいって思ってもらえたみたいですし、自分でしててもまあどこか羞恥心はありつつも楽しさもだいぶ勝ってたので、そこら辺はすごい良かったなと思います。アホでしたけどアホでしたアホだったないやそうやな、アホやったな。大変やったのはセリフ、結構メインの役をいただいてセリフが結構長くて、私あの長いのを言うのが初めてで、めっちゃ楽しかったけど結構緊張しました。
難しいセリフ多いもんね、やっぱり。あのあれですよね、あの産業振興が全然言えなくてみんなでやってたもんな、産業振興産業振興って大事なセリフなのに産業振興がちょっと言えないメインやのに役者なかったねあれですよね、みんなで録音前に練習しましたよね、産業振興産業振興ビジョンを産業振興やってたそんなことがあったんですよ確かにそんなことがなんかもうほぼ飛び入りみたいな感じで参加してくださった小川さんとか、小川さんはどんな感じでやられたとかあります？役どんな感じですか？いやなんか妻ってむずくないですか？確かにちょっと難しかったですね。あんまりちょっと最近なんかのズームだからこう人がいないじゃないですか、隣に。だから噛み合わせるのが難しかったですね。うまいこと返答するのがね、これほんまにうまくいってるんかみたいな。通話の場面をリアル通話でやってるからいやでも、通話してるのは別やから、別の電話で通話してるから、通話して、さらに通話してやってるから、これ通話できてるんかっていう不安になりますねやっぱりなんか掛け合いとかのシーンはね、全体的に難しかったですよね。でも音響さんの腕の見せ所でしたよね。本当にありがとうございました音響さんというわけで、じゃあ音響さんとかもうスタッフさんもね、めちゃめちゃ大変やったと思うんですよ今回。本当にちょっとなんかこだわったとことか大変やったこととか聞いていきたいなっていうふうに思うんですけど、ぜひ思う存分喋っていただきたい。そうですね、ちょっとあわあわしすぎて記憶がもう薄れてるはいるんですけど頑張っていやほんと締め切りがねそうなんですよ、本当に頑張ってくれた。あのですね、スケジュールがマジでやばくて、テストやってバイト行って、ね、次の日締め切りとか、テスト締め切りテスト締め切りテスト締め切りみたいなのが3日おきに1本締め切りあったもんね。マジであれそれが2週間続くっていう。そうなんですよ。最初1本目の音声が来た時に2週間あるから、まあ、余裕やろって思ってたんですよ。なんか2日でフラグ2日3日で2日3日で文字入れが終わって、あと立ち絵入れるだけや、よっしゃ余裕やと思ってたら、なんか気がついたら音声増えてるし、クレジットカードの締め切りに追われるみたいな返済にね、そうなんですよ、返済を迫られる。そうなんですよ、出せたと思ったらめっちゃここ修正してくださいってめっちゃ苦しいみたいな。そうそう、修正が大変ですね。もうそうなんですよ、とりあえず出しても修正後でええわみたいな、今4本目ぐらいにはもうなっちゃってて。だって極端な話、4話やりながら2話やるとか、あ、なんかもう やってましたね、ね、そういうの。ぐちゃぐちゃな感じでやってましたよね、きっとね。よく統一感出してくれたよね、すごいね。もう最初にテンプレだけ作って、あとは、あと動かすだけみたいな感じで。よく見るゲーム再現動画のニュアンスを出したくて、あ、ニコ動とかでよく見る感じを出したくて、セリフ窓とかをやりたいな。あの辺めちゃくちゃこだわりあったゲームっぽい感じ、うん、皆さんから、視聴者さんからのアンケートというか感想にもありましたよね、あゲームっぽいっていう、うん、あったあった。立ち絵があるって聞いた瞬間に、あ、これはゲーム式で行こうって思ったんで。そんな立ち絵を描いてくださったはい、そうですね、やっぱり今まで描いたことない人を描かなきゃいけないっていうのが結構難しくて、それこそ曽根山とか二階堂社長とか王子さんとか高齢者の方とかが幅広くね、うん
すごい難しくて、で最初自分の色を出しすぎて曽根山がめちゃめちゃイケオジやったんですよ。ダンディやった。ちょっとひげ生えてる。そうやったんですよ。おしゃれひげが。喫茶店通ってこやった。そうそうそう。ヘタレの感じではなかったね。そうなんですよ。で、本田教授からどちらかというとイメージとしては東京03の角田さんみたいな性格的にはそういうイメージがありますっていう話を聞いて、そうですね、はい、なるほどと思って東京03さん調べようと思って調べた時に、東京03さんって角田さんの傍らに飯塚さんと豊本さんがいるじゃないですか、はいはい、その2人を見てこの二人、公務員顔やなぁと思って。結局、角田さんを参考にするつもりがそっち側に寄っちゃったっていうのが。別の人になっちゃったね。ちょっとよく見たら飯塚さん寄りやと思うんですよね、ソニアは。確かにそうかもしらん。そうかもしらんわ。でもね、僕言ってたのは内面の話だった。そうなんですよね、うん、性格がそういう角田さんみたいなイメージがありますっていう、どこに公務員要素を入れるかって外見に どうやって入れるかなってなった時にもう東京03ミックスしちゃえばいいんじゃねってなっちゃったっていう。確かに、はい、こんな裏話がございました。なるほど。めっちゃ面白い。裏話。面白い。ありがとうございます。はい。じゃあなんか、音響さんとかも裏話ありますか？いや、音響さんも本当大変でしたよね。映像さんも大変でしたけど。そうですね。そもそも私、プランを一人で立てたんが初めてやったんで、そうやちょっとその辺が、はい。ちょっと初日とか死にかけながら作業してましたね。じゃあ最後に制作の苦労話を。おっと、私回ってくるのね。回ってくるよ。どうぞどうぞお願いいたします。苦労話めっちゃある。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと動きっぱなしでしたもんね。そうですね。いや、演出さんがまあ役者とか稽古場のドンなら私は裏方のドンということで、まあ主に一番最初の企画に携わって土台を一番作っていったのは多分私になるのかなって思うんですけど、まあ、最初はやっぱり会場でやろうって言って本田先生といろいろ打ち合わせをして、ね、本当にいっぱい考えて人も集まってきてよっしゃできるぞって思ったら金が流行る、どこにも行けない。本当に某ウイルスが某新型ウイルスの蔓延により社会が危機的状況に立たされまして、まあ、だからね、会場でやりたかったけど無理ってなって、じゃあどうしますかってなった時にラジオドラマやってみようって思いついてくれる人がいて、でそれに乗ってくれる人がこんだけおったっていうのは本当に良かったなって私は思ってます。本当にやっぱ私一人で作ろうと思っても無理なので、みんなが集まってくれて、それこそもともと会場での公演に噛んでくれるつもりやったけどラジオでもいいからやりたいですって言ってくれた人、逆に南さんとかほがさんみたいに東京とか愛媛とか遠いところにいるけど逆にナイスって言って来てくれた人とかもいて、いや、ありがたい。だから私の苦労ったらまず時代に負けたっていうのがあるんですけど時代の波には流されて会場という意味では敗北したけど、その代わり強い情熱と強い仲間を手に入れたんで、ラジオドラマとしてこのチームとしては負けてねえなと思っております。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます、本当に。以上。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃいい話が聞けたところで、どうしましょう。本田先生、何か喋りたいことございますか？喋りたいこと。喋りたいこと。そうですね。いや、でも本当今の岩ちゃんのね話は本当そうで、1月からね岩ちゃんとこうずっとねプランを立てて ねもうそれが本当4月でひっくり返されましたからね、一旦白紙にはなりましたからね。そう、4月の企画会議の時大変でしたもんね、うん、
どうするよって。そうだ。そうやった。で、七味さんもね、参加して、その時は七味さんも三役。その舞台版のコームイング前目の時は七味さんも三役の一応武漢でやったんですけど。あー、そうか。武漢いらないもんね、そうなんですよ。武漢いらないって話。リストラされたんですよね、結局。あれは本当にリストラでしょ。いやだから4月のね、みんなで、小学部との会議室にね、換気しながらね、みんなソーシャルディスタンス取りながら。窓全開で2メートル離れてやって。喋った時、これはもう無理じゃないかっていう感じで、ほぼ喋ってましたもんね。4月の7日とか8日とか、その辺ですよね。で、4月の30日に会議をした時に、矢尾よろずさんが、いやもうこれラジオドラマしましょうって提案してくださってね。もうそんな、その時は僕全くそれはなかった。かなり中止がちらついてたんですけどね。そこでもうガラッと方向転換できたっていうのは、すごいね、良かったし、思い出深いですよ。よかった。やっぱり作品作っていく演出さんが違う形でもいいっていう一歩を踏み出してくれるのはすごい大きかった、ね、いやそれは本当に大きかったですよ。感謝ですよ。ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。お世話になりました。お世話になりました。こんな2日ものでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にないです。ありがとうございました。はい、ということでこのアフタートークも、まあ、そろそろおしまいになってしまいます。最後に告知だけしておきます、はい。劇団カオスでは新入部員を大募集しています。ご興味のある方は劇団カオスのツイッター DM 等からお問い合わせください。で、この動画の概要欄に感想記入フォーム URL を貼り付けておりますので、ラジオドラマ本編やアフタートークの感想はもちろん、叱咤激励何でも構いません。劇団員の励みになりますので、ぜひ皆様のご感想をお寄せいただければ幸いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、皆様ご視聴いただき、誠にありがとうございました。私しか言わなかった。